でではですねちょっと合格してみようかなと勉強してみようかなという方のためにじゃあスピード合格するためにやっぱり試験というのはあできるだけ早く合格してなんぼと効率的な学習をして、えー、試験合格をスピードで、えー、勝ち取ってですねその後受かった後実務家としてスタートしていくわけですから実務家としてまた深くより深く勉強していくということが必要。 まず合格するためにはスピードが重要と短期間で合格するということですね。でそこでえ一つまず見ていただきたいえグラフを設けたんですけれども、これ実力の伸び方というねグラフですねぐええ。線になっていますけれどもねたくさん勉強するたくさん勉強する勉強量が増えていくと勉強量が増えていくと実力もアップするですよね。勉強すればするほど実力はアップしますよね。 でこのイメージ曲線で書いてあるんですけどもなかなか最初は伸びなくて苦しくてやってもやっても伸びなくてある時からコツがつかめてヒューッとあの一気にね伸びていくこれがねあの実力の伸び方のイメージですこれ直線にはならないんですね直線にはならないというもの。 なかなか最初は苦労して苦労して覚えることいっぱいだな辛いなあ眠いなあとかですね理解できないなとかですね、えー、やってもやっても点にならないなとかですねそういう時代があるということはもうこれみんな折り込み済みでやっていただければとみんなそこを通過していきますそこをねやり遂げた人が伸びていくわけなんですけれども でここで大事なことですね合格するラインはどこでしょうか合格するラインはどこでしょうかということですねこれ単位がないからなかなか分かりにくいんですけども勉強したら伸びるのは分かったと勉強したら伸びるのは分かったとでもなかなか伸びない最初は伸びないのは分かったとじゃあイメージ的にね ここがマックスくらいの実力だとしたら、今から勉強していくマックスくらいの実力だとしたら、どこに合格ラインありますかということですね。これ私ですね、あの、大学時代法学部に属していたんですけれども、周りはあの、司法試験を受ける人がね、結構いてですね、あの、教授もですね、そういったことを配慮して、司法試験を目指すような人に向けたアドバイスをいろいろしてくれたんですね。で、そこでその法学部の教授がですね、先生がですね、おっしゃったことはですね、えー、これは、 司法試験に合格するラインというのは司法試験に合格するラインというのはこの ABC の中の A なんだよという話をしてですね非常に僕驚いた A。ね学問という領域はもう果てしないと本当に一生かけて行うものなんだということですね。これに対して司法試験に合格するレベルなんていうのはまだひよっこだよということですね。さっささっとと受かりなさいと でその後ですねその後本当に実務家としてたくさん勉強を積んでどんどん実力が伸びていくんだということですね。いいですか司法試験国家最難関の試験ですらですね学問ということを捉えた時にはまあすごい低いレベルで合格しているということをですね法学部の教授がおっしゃってですね私非常に驚いたということがあります。まあ、逆に言うとですね、まあ、こういったことが言えるということですね。 これから勉強していく学問領域というのは非常に幅広くて消費者問題行政消費者に関する行政知識といったものあとは消費者に関係する法律とかですねあと経済分野経営分野環境それから生活知識といったさまざ、あ、まな学問領域を勉強していくんですけれどもこの中のですね例えばですよこの環境という分野。 環境という分野もいくつかにパートに分かれていて環境の中の例えば地球温暖化と地球温暖化というテーマありますよ、ね、この地球温暖化というこのいいですかたくさんある科目の中の科目の中のその1分野の地球温暖化1つとってみても一生かかっても解決できないほど学ばなきゃいけないことがある。 だってそうでしょあれだけ地球温暖化地球温暖化って言って全世界がですね何とかしなきゃいけないって取り組んでですねなかなか何十年も解決できないというようなことを扱っているそれがねねたくさんん勉強すすする科目の中の一個の中個分野に過ぎないんです、ね、いいででかつまりこれらものすごい宇宙のように広いこれから勉強していこうとする内容というのはこの1つ科目取っただけでも宇宙のように広いこの領域なんですよ。 試験ではスピード合格が大事でしたで出題されるのはこの広い学問領域の中の一部に過ぎません一部に過ぎません まあ具体的に言うとですねまあ具体的に言うとこの公式テキストですよね日本産業協会様が出されているこの公式テキストあの今日はあの1と2だけ持ってきましたけれどもシリーズで5巻までなってましてですねまあこれは必須の教材ということになってきますまあごめんなさいねレックではお取り扱いがないんですけれどもあの日本産業協会様のホームページからこの書籍に関しては直接ご購入くださいこれまずテキストとして必須ということになってきます。 ね、はい、広い領域の中でも本当の一部、まあ、テキスト公式テキストがありますからあその中の特に重要な一部から出題されるさらにその公式テキストの中でも、まあ、重要なものと重要でないものちょっと重要でないっていうと語弊がありますかね全部重要な問題ですから試験対策上重要か重要じゃないかつまりよく出るよく出ないあんまり出題されないと。 いうものが2対8の法則と言ってですね、この広い領域の中のこの公式テキストの範囲、その公式テキストの範囲のさらに重要な20%から出題の80%はされていますよというですね、えー、これ日チの法則と言いますけれども、まあいろんな試験にえ共通するルールです。ルールというかね、まあそういうふうになっている。そういうふうに問題は作成者は作るということです。ね、広い領域、まずここ全部やれるわけないと。 一生かかっってもできっこないと1科目取ったってできっこないということで出る範囲は公式テキストの範囲で決まってますよとさらにその公式テキストの中の試験対策上重要な20%をやると出題の80%が取れますということを意味していますで合格するためにはこれは一次試験65%でいい3問やったら2問間違うみたいあ2問正解すればいいみたいな。 そのような得点率で合格できちゃうわけですね。ということは65%で合格できるということはこれをやると。ね。この重要な部分この公式テキストの中でも重要な20%を確実に取れるようにしておくそうすると80点取っていきますよということですね。ですから私どもは今からスピード合格講座と言っていきますけれども目標の得点というかね得点目指していく得点は80%で。 ちょっと調子が悪くても合格できるというふうにやっていきます。はいまとめると、学問というのは生涯かけて行いますということですね。試験においては全部知ろうとしないということが大事。全部知ろうとしないということが大事。いいですね。 えここお、当たり前じゃんって言いますけれども、真面目な一言忘れちゃいます。真面目な方こ、真面目な方こそですね、えこのことを忘れて、え、えー、わからない。私全部理解できてないんですと。不安でしょうがないんです。みたいなね、えー。こういった学問領域。一生かけてもできっこないはずなのに。生涯かけて行うものなのにですね。えー、もう半年も迫って、半年も時間がない試験に対してですね、これ全部できてない自分を責めるみたいな。 えそういったことに陥りますそんなことは全く必要ありません全部しろうとしないというよりはもっと言うと全部しろうとしてはいけないしてはいけないが正しいですね試験においては先ほど言ったように重要なこの重要な20%を何度も何度も繰り返すその代わり、えー、サボっていいというわけじゃないですよ、えー、重要な科目に絞って重要な部分に絞ってその代わり 完璧にその重要な自分は重要な事項はしておくということが大事になってきますじゃあ具体的にどうしていくのということですねはい、えー、これはね簡単にまとめましたけれども過去問なくして合格なし過去問だけでも合格なしと書きましたまずですねこの消費生活アドバイザーもう後々見ていただければわかるんですけれども過去の出題をちゃんと踏まえてですね それを参考にしつつ新しい問題が作られているというのがよくわかりますつまり過去問をやっておくとそれに近い問題がかなり出ます過去問をやっておくとかなり近い問題が来年も出る再来年も出るということになりますですからまず過去問の対策なくして合格はありませんだけれどもそんなに簡単な試験でもないです過去問さえやっていれば合格するかというとそうでもないと やっぱり過去問を踏まえて問題を新しく作るとはいえやっぱりその周辺知識とか問い方をちょっと変えてみるとかですねちょっと補足過去問を絶対やることは必要なんですけれどもプラスアルファ過去問プラスアルファの知識やり方これが必要になってきますよということですね。 まとめるとマニアックな内容にはとらわれなくていいですできなくてもいいですマニアックな内容ですね絶対取れないなっていうな内容ももちろんこれはね あの消費生活アドバイザーはあの消費生活相談員という国家試験もですね。取れるようなあの、非常にあの有意義な試験になっていますので、満点は取らせない試験になってるんですね。ですから、これは誰も解けないだろうなって、マニアックな問題もたまに出ます。だけど、そこにはとらわれないで、基本的な事項、重要的な事項を反復。学習する。反復学習する。何度も何度もやると。 いうことですね。え例えば私はあのね勉強用にまああのまあ受験というよりはこうやって講師をするためにですね勉強していましたのでまあ反復と言ってもね過去問ももうだいたい八十回は一問あたり八十回は解いたということですね。えー、それが何百問かありますから二万え一、ー、万回以上かな、えー、過去問はねもうまあマニアなくらいその解いていたということですね。えー、反復学習ということが大事になってくると。 まあ、あの私はあれですよ80回と言ったらちょっとぎょっとしたかもしれないですけど、まあ、講師をやるためにですねあのそのくらいやっぱり完璧にやっておく必要があるだろうということですからねただあの合格される方もですね予測ですけど全員にヒアリングできるわけではないですけれどもどんなに少なくとも過去問は20回くらいは回してるんじゃないかなというふうには思います。 ねえ一、ー、回過去問を回すのにすごく時間かかるんですけれども2回3回と繰り返していくとすごく速くなるんですすごく速くなるんですねあのちょっとイメージ的に言うとあのー、そうですねこうね過去問集があったとしてこう最初はね学習の最初の頃はねうーん難しいなちょっとんなんだろうこれどうしても読んでも理解できないな。 とか言ってですね1個の選択肢をこうやるのに対してですねもう20分も30分もかかってる1問終わった頃にはもう2時間以上経って気づいたら寝てたみたいなですね選択肢が1から5まであるうちねあの4つ目で寝,寝てるみたいなそんな感じになるんですけどもあの繰り返していただくことによってうん5回目くらいから確実に変化していくと思いますね5回目くらいから確実に変化していくどのくらいのスピードになるかというとさっきはものすごくね2時間くらい1問かかっちゃったのが。 こんな感じですかねこうペンを持つとしたらこのぐらいのスピードであのなんかイメージできましたあの試験でね本試験ではあの1問3分くらい、えー、かけて解けるようになってるはずなんですけれどもうん繰り返していくとですねどうでしょうかね 15秒とかあそのくらいのスピードで1問1問サクッとあの何ていうのかなあのリ,リックスまで含めてこれはこういう理由でバスだこれはこういう理由で丸だとかですねいうくらいのスピードになっていくということですね。それくらいそのくらいの速さになるくらいですねうーん何度も繰り返していくということですね。はい マニアックにとらわれず基本的な事項重要的な事項重要な事項というのをとにかく反復学習するいいですねあの全部知ろうとし,しないとか言いましたねで、えー、重要なところだけやればいいよ全部やる必要なんかないよと言いましたねこれはサボってくださいという意味ではありません、えー、その代わり重要な学習というのは もうね20回も30回も40回も繰り返していくつもりでやっていただくということですねこれによって得点の80%問題の80%がゲットできるということになってきますはいではレックでの講義はどういうふうにしていくかということですねまず合格に向かってコアな部分というか えー、一番土台になるベースの知識というのを過去問と講義この講義を使ってこのコアな部分をインプットしていくということですねこれをまずやりますそして早い段階から問題、えー、早い段階から問題に触れていくというのがポイントです。過去問と予想問題ということですね。公式テキストの領域はやっぱりね、あのー、絞られているとはいえとてもね重要な本とはいえこれを全部読んでから問題に解くと。 いうことになるとですねえ。1年経っても問題にたどり着けないみたいなですね。あの、そういったことが起こりえます。ですから、先に問題を見てしまう。特に過去問ですねえ。実際の本試験の高みを見てしまってあ、こういう山なんだとこのぐらいの高さの山なんだと。 いうことを分かってえここを目指していけばいいんだなということを分かった上でですねそして最低限の基本的な知識コアとなる知識雪だるまでいったら一番小さい玉ですよ雪だるまってまず作りますよねあの,あの作ったことない方もいらっしゃるかもしれないですけど 雪だるまってこおにぎりくらいのまず玉を作るんですよ玉を作るね、硬い玉を作ってこの玉がちっちゃいかもしれないけれどもこれが一個形ができるとですねこれ転がしていくとどん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 雪だるまがまさに雪だるま式に大きくなっていくということがありますよねその雪だるまになっていくその知識の一番核となる部分というのを講義そして過去問も見つつですねやっていく さらに、過去問だけではちょっと足りないよと言いましたよね。その周辺知識として、予想問題集というのをですね。レックが開発しました。ぜひね、こちらをお使いいただきたいというふうに思っております。いうふうに思っております。レックからね、えー、こういった予想問題集というのを出しましたね。ね。かなり、まあ、充実した内容で、まあ、一分野、この丸一冊目に関しては、これ。 消費者問題や法律の知識といったところになってきますけど大体200ページくらいありますかね。で文解会文とおと見やすくなってます。非常にねスピーディーに問題見てパッと答え問題見てパッと答えスピードで進んでいけるとどん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 進んでいけるというようにね作ってあります。<laughs> こちらを是非ご利用いただいてですね周辺知識過去問だけではダメでした。 過去問がなきゃダメですけれども過去問絶対はなきゃダメですけれども過去問だけではちょっと足りないその周辺を予想問題で固めるさらにその公式テキストで適宜ですね参照していくあのこの問題をさらにより深く理解するために要所要所で公式テキストを参照しながらですね参照しながらこの予想問題集や過去問講義のもうちょっと深く知りたいという部分について公式テキストで埋めていくと。 でこれを上回るような学習は絶対しちゃダメと絶対ダメということですね。公式テキストまあ本当にね合格してから実務家として働いていく時に広く意思をかけて勉強していくというのはいいんですよ。だけど今はスピード合格ですから目的がスピード合格ですから合格のためにはですねこれ以上はまずしないということです、ね、絶対ダメと。 逆に合格ラインというのはねこのコア講義を聞いて予想問題で広げて適宜公式テキストを参照するというやり方で合格ラインですねこれは確実に突破していけるということになります。 はいそこでお手元にご用意いただく教材としてですねまず公式テキストですね日本産業協会様でぜひご購入くださいそしてレックでは今申し上げたこの問題集ですね予想問題集これ1と1にしか書いてないですけども2分野3分野もあります行政,行政知識や法律知識だけではなくて2分野では経済分野3では環境とか生活と。 いうですね、これ3セットになっていますから 3, 3つセットになっていますからぜひねこれをお,お買い求めいただきたいということですね。 そしてさらにですねレックでは、まあ、ホームページでも公開されている日本産業協会様のですねあの過去問ですよね過去問実際に本試験で出された問題これをですねどういう高みに登っていけばいいのかということをですね確認できるためにですね、過去問も適宜参照していきます。もちろんこれはですねあの弊社が日本産業協会様に許諾を取ってですね活用させていただくというような契約になっていてですねで過去問の方を参照させていただくということですね。 適宜講義の中でですねえこの過去問の解き方とか考え方っていうのを解説していくというふうにしますこれによってコアの部分過去問講義というところによってですね知識のまずコア雪だるまの一番小さい玉の部分ですね一番重要な玉の部分これを作ることができると あとは皆さんが周辺知識を肉付けして適宜公式テキストを参照しながらやっていくことでですね合格ラインを余裕で超えていくぞというふうに勉強していくということです。はい まあ,あとはですね学習法のワンポイントということでですねまたあの見て頂ければと思いますけれどもまあ苦手な科目があったあとは得意な科目をやってまた苦手なものにやってですねこうなんていうのかな交互にやることによってですねこう「苦手感」というのをできるだけ感じずに進めていくということができる。で読むばっかりじゃあ気をつけ疲れたなとインプットばかりで疲れたなということであればアウトプットで問題解くとかですね。 あとは暗記とか思考作動を使ってちょっと疲れちゃったなということであるとあの画像があるようなね絵で覚えるような右脳に残るようなですねイメージ記憶っていうのをしてみるとかですね、はい、あと飽きたあとはですねマーキング作業マーキングについては後ほどちらっとお話ししようと思いますけれどもあの本当にね頭を使って飽きたという時は逆に作業でちょっとリフレッシュするというようなことができます。 で目や体が疲れちゃったなということであった場合は目を閉じて逆に目を閉じて今日やった内容を思い出してみるということですね。思い出す作業ってすごく覚えやすくなります。思い出す作業ですね。仮に思い出せなかったとしてもあの答えを見たときにあ,あそうだったあ,あ確かああいう風うに書いてあったなっていうふうにその感動があるとやはり記憶に残りやすいということがあります。 あとは追勤中で集中できないなということであったら逆にね時間がないことを逆手にとってですねえ1駅進む前に1駅進む前にですね1問解いてやるみたいなですね目標を決めて集中してやってみようということになりますね。はいそれではですねえじゃあ実際の勉強にだんだん入っていきたいと思いますけれども一旦ですねえここでワンユニットというかあの休憩の方ですねえさせていただきたいというふうに思いますす一旦ですねえ小休憩に入ります。